スタジアムオーストラリアは、オーストラリアのシドニー西部近郊のシドニーオリンピックパークにある競技場である。アンズが命名権を取得していることから、アンズスタジアムの故障が一般に用いられている。他にも、オリンピックスタジアム、以前の命名権からテルストラスタジアム、スタジアムがホームブッシュにあることから、ホームブッシュスタジアムなどと呼ばれることもある。 2000年シドニーオリンピック開催のために6億9000万ゴードルをかけ建築され、大会期間中メイン会場として使用された。現在は陸上トラックのない球技場でラグビー、クリケット、オーストラリアンフットボール、サッカーなどのスポーツイベントで使用されている。2000年シドニーオリンピック開催のために建築され、1999年3月6日に、 スタジアムオーストラリアとして会場。コケラ落としとして、ナショナルラグビーリーグの試合が、ダブルヘッダーで行われ、10万人以上の観客を集めた。当時は11万人収容の陸上競技場であったが、オリンピック後の2001年から、ラグビーワールドカップの2003年までの数年にかけて、陸上トラック及び一部座席の撤去、可動式スタンドの設置、 両サイドの屋根の取り付けなどの改修が行われた。収容人数も83,500人へと縮小されている。可動式スタンドの設置は、長方形のグラウンドで行うスポーツと、楕円形のグラウンドで行うスポーツの両方に対応するためで、クリケットやオーストラリアンフットボールなどを行う場合は、可動スタンドを奥に収容して、グラウンドを 楕円型に広げることによって競技ができるようになっている。2019年の NRL グランドファイナルを最後に開閉式屋根を取り付けるなどの大規模改修に着手のはずだった。しかし新型コロナの大流行で改修を断念。命名権は会場当初は使用されていなかったが、2002年に通信会社のテルストラが購入し、 テルストラスタジアムの故障が2007年まで使用された。その後、アンズ銀行が年間450万ゴードルの7年契約で購入し、2008年より現在のアンズスタジアムの名が使われている。アンズとの契約は延長されることが決まり、少なくとも2017年いっぱいまでは現在の名が使われることになった。ありがとうございます。